はよ、おはようございます。おはようございます。どうぞ。声でけえでお前。本日あの日曜日、はい、何月何日、11月15日です。今日皆さん、はい、始めました。今から足場解体しに行きます。お前その学校でお前色気づいとる学校で足場解体もうセットしてるもんね。セットしてるもんね。じゃあもう一個シュッてくれるね。シュッてくれる。何か分かってる今日。分かんないです。どこか分かってる。分かんないです。って僕も分かんないです。まあ視聴者の皆さん今日はまあどこか分かんないですけど、まあとにかく どこか遊びに行こうかっていうふうに呼んどんだよな。そうですね。動画撮り方やどこか遊びに行こうかっていうと呼んでんですけど、はい、まあ一応目的地は大阪、まあ途中ちょっとちょろちょろ寄っててゲームしながら、はい、ゲームっすか。いやもう食い物とかもう今日お前ら全員決めねえからな。こいつ動画で買ったやつだな。はい、動画で買ったやつだな。じゃあなんか岡本ちゃんと一緒に行って岡本ちゃんと一緒に行ってねえけど。そんな感じでまぁ、あ、ちょっと今からじゃあ大阪目指して、もう大阪着いた時に日が、はい、日が暮れてないっすか。もう日が暮れてないっすか。そうだよ。まぁ大阪だったらあの審査場所で食いもんゲームとかできるじゃん。まぁそんな感じでちょっと今日ね秘密の場所大丈夫。はい、まぁ、あ、目的地大阪っすね。企画担当。はい、なにお前知っとんの全部。じゃああ、知ってます。カメラ撮って僕予約したんだろ。はい、予約しました。ちょっと待って、こいつは今日カメラなので交代で運転しとこうか。はい、俺から行くわ。はい、わかりましたね。じゃあ行ってみよう。行くよ。大体どこか予想つく。大体つきますね。ナビを見て。あ、使ったの。あれですよね、熊本かどっかですよね。じゃあ、熊本ってめちゃくちゃ遠いだろ。後ろ二人喋れってよ、お前。なんかあれですね、あの前のおちょぼとなんか全然テンションが。テンション。あれは酒飲んでだけど、お前おちょぼのやつもお前ってな、暗かったよ。暗いですか。ショーかな。はい、やっぱり。ゲーム入ったんですよ。あれ飲んのあれお前ら。移動中に3回くらいゲーム入ってました。なんで飲みすぎです。マジで。あ、トシ君だけ飲んだんじゃないの。違うですよ、みんな飲んでましたよ。お前も飲んどるあれ。全然わからんな。言っても本当おちょぼいつもあった1杯2杯ぐらいのレベルなんですけど、でもそいつこれで酔っ払ってゲーム入ってます。食い逃げしちゃったとかなんかちょっと言うな。あれ全部トシ君が払ってくれる。あ、トシ君が払ったと。なんかコメント欄にもなんか食い逃げしてお前らよう動画に上げとんなとか書いてあったの。食い逃げじゃない。食い逃げじゃない。トシ君だけ置いてって、あとお会計お願いします。ラーメン食べに行ったんですよね。そうそうそう。ラーメン食べに行ったらもうトシ君は会計しちゃったみたいな。なんかおちょぼであれなんだろ。二人は声かけられるけど、トシ君は声かけられるんだろ。初めてじゃない、これ遊びに行くなんて。私服着てあって集まっていくなんて。初めてです。初めてですね。初めてだよな。日曜日は初めてです。なあ、平日ある。平日は今いろいろ忘年会とか。それ遊びじゃない。リュウジ君もないっす。社長で出かけるの。ないっす。違うっすね、仕事で夜飲みに行くっていうのありますよね。そうそうそう。前も大阪でなんか足場一日で行くんで。ああ、で夜遊んでみんなでな。そうです、みんなで。そういうのあれで、それぐらいじゃないですかね。あん時、あん時あれない一回。あれ賞おったっけ。いや、僕その時のお金返してないです。お前返せよ。あ、やべえ、バレるみたいな。お前返せよ。あれじゃあ平野君か。そうですね。いくらなんですか。3万ぐらいです。3万ぐらいして帰っていいにねえだろ。で社長っていうのは1人に3万貸しても忘れるぐらいのね、お金持ちだから。ちょ、お前貸した方が借りた方が覚えてるもんな。まあまあそうですね。覚えてねえってお前。今日返せよ。はい、分かりました。本当だろお前。やめたんだお前。そう、お前運転までさせやがって。運転まで。いや、僕変わりましたって誰も言わなかったもんな。誰も言わないし。見たもんな、俺な。俺から運転するわって、あ、分かりましたって言って。もうみんな一緒に反応だもんな、別に。みんな一緒に乗り込んでますもんね。ショーあたりが行くかな、思ったよ。社長が運転するって言ったら行くや、普通は。ショーいいよ。あ、変わります。変わりますよ、高速の時に変わるよ。行くんですか、よく。なんかそういう県外の遠出みたいなこと。毎年1回行くし、はい、その足場旅行以外で行くんですか。足場旅行、プライベート。はい、これは行かんの。あ、行かないですか。ミッチー君旅行とか行くやん、たまに。ミッチー君旅行、ミッチー君旅行、小杉みたいな感じ。あ、テラミチョの後をたどれみたいな。ちっちゃい。なんかあったよね、大阪行ったよね、昔。あれだろ、会社飛んだ時に滋賀目、大阪と四国に潜伏しとったんだろ、お前。こいつ滋賀目と飛んだよね、視聴者の皆さん。一週間飛んで、どこ行ったんだよ。山口県、最終的に最終的に何そこ行ったの。わかんないです。お前、ヘズマリュウじゃねえぞ。よし、ご最初着いたぞ。着きましたね。よし、とりあえずゲームやろうか。料理と飲み物食べれるやつと、はい、飲み物しか食べれんやつと、
はい、あ、はい、料理しか食べれんやつに決めようか。で、なしってなしってやつもおるでな。タンドリーチキンとか。あ、メッシュをなしにしますか。はメッシュをなしのやつはなし。あ、飲み物は OK。 飲み物は、あ、飲み物はちょっと禁止しよっか。じゃあ、はい、飯ありか飯なしかな。そうですね。飯あり飯なしの何もう一個ぐらいなんか外れ作ろうぜ。スタッフも参加だぞ。あり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 、まあ、6枚だろ、6人だろ。はい、飯ありのあり、まあ、3人ありにしようか、まずな。はい、あ、めちゃくちゃみたいな感じ。いや、もうくじ引き。まあ当たりかはずがわからんけど、まあ社長チョイス考えましょうか。はい、あ、はい、そうですね、社長チョイスでいいな。社長チョイス、社長チョイス。ずっとトマトジュースだったらどうするっすよ。絶対辛くない。社長ちょ、まだ分からんで、ね、先にもう向こう行ってじゃあ物を決めてからしょっか。めっちゃ見てるじゃん。なかなかいいですからね。めっちゃ見てるよ。きなこおはぎだけで飲み物出して。これと、あ、いちごです。よし、じゃあ ゲームやろうか。どうか座って。はい、はい、でかいけ。じゃんけんし、いやいいよ、もういいって。走ろう。はい、あ、それな。はい、はい、じゃあ俺これ。はい、どれこれ、どれこれ、見た方がいい、見た方がいいんすか。まだ、あ、まあ元手とりあえず。うわっ、やばっ。マジか。はい、いっせーのーせ。俺すげえ。ああ俺らだよ、2人で出したんだよ。お前、おい、やらせ。なんか分かった、お前ら。いや、どこかの、おかしいやろ。社長ちょいちょい、お前、あれや、来たかな。ドリンクなし。はい、終わった。ちょい、辛いっすね。辛いな。じゃあ僕とりあえず天むす食べる。ちょっとで来る。1050円、いただきます。松阪牛飯、僕串カツ。串カツお一つ。はい、とエビと、はい、タコ棒です。タコ棒で、はい、はい、めっちゃうまそう。僕らなしですもんね。なしや。まさかの残ったもんな。ありか、あんな。あ、来た。ちょっと飯食えんからもう見ないもん。ずっと来るよ。飯食えますよ。もう運転までしとんねん。気に入れなわな。だいたい。ありがとうございます。オンですか。はい、チーズ。カシャ、いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまそうだな。あれだね、2人分しかないじゃん。僕これですね、タコ棒と串カツです。タコボード痛いとしてる。虫食ってきたことあるよ、お前。まさかお前会社行って単独しとったの。いただきます。ダイエットします。いただきます。お前飲み物飲めんじゅう、まあまあ地獄だよ。あんまり手つけたくない。いや、水分があったら、あ、イチゴがあるんで多分大丈夫。最後、最初トイレして最初に食べた。いや、お前こっちからかんと、お前喉やられるぞ。なあ、でもパッサラだからね。これ絶対じゃ切った方がいいって。お前やばいよ、これ。それでお前最後何もめちゃめちゃつきそうだ。うまっ、串カツ。じゃあ、おいしいでしょ。タコ棒っす、タコ棒。これ、うまそうや。俺、それ見とったんだわ。うまそうだな。まさかのこれが、なし、なんでわかった。マジでわからなかった。マジでわからなかった。マジでたまたま。はい、残り物には服なかったから。うまくるんですか、持って。もうこれ全部粉ですか。めっちゃチェックしてるよ、お前。お前そんなキノコ取ったって、どうせこれ全部食べなかんだぞ。これやん、お前。これはやばいよ。ダメ。残したらあかんさ。とりあえずスプーンもらってくるから。さあ、お腹いっぱいですね。お腹いっぱいじゃねえって。あ、部長の声です。これ、あの、1ヶ月ぐらい経ったやつだね。でも新品だったら大丈夫だろ、これ。いや、大丈夫。あ、いけねえよ。今日朝掃除しようと思う、俺。それなのに、ね、残念だよな。めちゃくちゃ、俺めちゃくちゃかわいそうじゃね。朝から張り切って。朝から張り切って掃除して。荷物が出なきゃいけない。こんなでも取れるようにしちゃったの。取れないだし。やろう。さあ、目的事故が。目的事故ございます。乗ったら真っ暗じゃないですか。あ、トレコツがついてる。いや、でも、まあ、4時に予約しような、今から行くところ。2時半ぐらい。
よし、一回勝ってるよか。伊藤君、ちゃんと届いたよ。なんか、不思議な音がしました。遠いな、しかし。遠い。近い近いとはいえ、遠いな。遠いですね。そうですね。時間。新幹線行ったら早かったですね。新幹線行ったら早いよ。どこへ流れたの。絵が撮れんから。ヒュンついて、ヒュン。どこにおるの。あの、トイレですね。ダムクティハウスだ、ほんと。法隆寺でおります。法隆寺ですか。うん、知ってんのこれ。知ってます、結構。何地元っすね。何の話を言ってたんだよ。僕ら埋められるんですか、どっかに。なんかちょっと不安になってきたっすね。リュージャーが目隠しちゃった。あいつも寝とったろ。あいつ寝てましたね、完璧。結構、まだ16分あるね。16、あ、もう着くんですか、16分後に。あ、16分後に着ける。大体どこが予想できた。わかりました、ね、全然わかんないです。あ、マジわからんだろう。でも、まあ、全然わかんないです。清水寺じゃないですか。まさかお寺。全然想像もつかん。想像全然つかないですね。県外って感じしんすよね。どこ行くんですかね。これ知っとんの。もう知ってます。ショー、ハンマーある。ハンマーもう今ないですね。ハンマー貸してくれ。喋らせろ、こいつ。本当にやばいよね、これ。こんな道で行くの、本当に。くじ上げ作っとかなかった。まあ、当たり2名か。そうですね。え、3人中っす、僕ら3人中。6人中2人当たる。あ、6人中2人当たるんですね。スタッフは1票しか入れんみたいな感じでしょ。スタッフ2人が飛ぶことはない。俺ら4人の中の4人プラス、あと1票で、5票で。はい、当たりみたいな。じゃあ予想、じゃあ一人ずつ当てていって。じゃあまず翔から どこかなんか。いや多分、うん、この、まあ、草むらとか、うん、これ見た感じと多分寺系ですかね。寺？寺。お寺な。はい。寺系？何も予想ってもんだ。でも京都ならただ寺しかないですもんね、なんかイメージは。なるほどね。じゃあ道は。え、僕これ山じゃないですか。山だもんで、落とし穴とかじゃないですか。広場みたい、広場みたいなとこ行って。すごいな、これ。もうめちゃめちゃ坂登るし、完全に民家だけど、まだ 2.6 キロあるんだぞ。七条通り。ただこれ山に向かってっとんだろうな、多分。そうですね。山の上ってことは確かだよな、ね、これはもう。確実に。そうですね。熊と戦うみたいな感じですか。おお、近いね。いい線行ってます。近い、いい線行ってるよ。熊と戦う、近いですか。あ、これで近かったら死ぬぞ、なってますね。熊、何かと戦う系だわ。まあまあやばいとこだな。バンジージャンプ。あ、バンジージャンプです。バンジージャンプ。あ、ちょっと離れたな。それで戦う。そうですね。全然わからん。うん、全然わからん。はい。まあ、あと4分は目隠しようか、じゃあ。目隠しします。目隠しようか。はい、これなんか透けてますよ、これ。全身よ。透けてねえって、嘘つくな。怖いですね、なんか。怖いですね。怖いよね、この木。寄ってくるんですか。あ、酔うっすね、これ。酔う？あ、マジですか。リュウジ君どうすか。怖いっす。怖いっす、リュウジ君。リュウジ君。寝てま…お前寝とんじゃねえぞ、リュウジ、お前。あと500メーター。うわ、近っ。あ、これじゃない。え、この橋を左に。これ左な。うわ。はい、うわっ、うわっ、やばっ。おぉ、うわっ、やばっ。あれだろ、あれだろ。ねえ、覚えてる。あれだろ、あれだ。うわっ、これだな。これです。はこれだろう。アイマスクも取っていいですか。やばっ。えぐっ。えぐっ。何がえぐいの。何がえぐくか、ちょっと。は、俺、初めて見たわ、あんな。どこどこ、今ここ。これはやばいっす。おじいんすよ、あいつは。これだな。あ、これですね。これ、有料入ってけんじゃな。はい。伊藤。はい。もう一回反応聞かせて。じゃあ僕が今見たとして、うん、言いますよ。うわ、これマジか。怖いよ、怖いよ。もう今見えんけどな。降りていいよ。降りれません。いや、降りれないです。はい、お前ら飛び職なんだけど降りるわ。涼しい、風がなんかすげえ。ちなみにね、これまあ本当インチキなしだな、これカメラ映っておる。はい、5枚な、5枚中の1枚な。はい。じゃあ、どっちか行く ?3 人のうちどっちか行く。え、誰からでもいいですよ。あ、僕から行きます。あ、じゃあ行こうか。はい、これじゃあ、フチからね。アリ引いたら当たりな。あ、わかりました。うん、ね、2人しかできんもんで。はい、2人これっすね。あ、じゃない。じゃあ、嘘でしょ。はい、はい、じゃあ、ショー、おいか。はい、あ、ここ
あ、それでいい？嘘？あ、いやいや、違うです。いや、あ、これ行きます。それでいい？はい。嘘？いや、全然だけど。え？は？こんだけ、え？何枚？3枚、3枚。あと俺とスタッフ一人さん。あ、じゃあこれですね。うわ、やば。え？こっち行きますか？あ、じゃあ俺引くわ。どうぞ。シャトー引くってことはまだあるってことだよね。いや、1枚のことだよ。お前ら3人だから1枚当たった。はい、マジで。どういうこと。どうぞ。行くぞ。はい、よっしゃまさかのスタッフめちゃくちゃ喜んでるじゃないですか。うわ、ちょっと最初グー、最初グー。お前お前一緒についてきて、お前向こう回れ。お前ら取っていいわ。取っていいですか。いいでしょ、取っていい。お前ら外れ。あの、あた、よかった。お前取ったら、お前取ったら。あ、どうせ。え、嘘だ。ちょ、マジじゃないですか。ちょ、マジは？どういうこと。あ、じゃあ、はい。お前、こっちは。あ、はい。どうすんの。いや、もう一人行かない、飛びます。ちょ、マジで、飛ぶんすかね。はい、別にでしょ。ちょ、マジで嫌なんすけど。あいつは当たるんだよ。バンジー大丈夫。はい。バンジー大丈夫。いや、楽勝っすよ。楽勝っすよ。楽勝じゃねえ。え、死なないんすよね。死なないっすよ。まあ行って飛びだもんね。あ、じゃあ安全帯持っていいよ。安全帯でジャンプ。安全帯でジャンプ。安全帯持っていいよ。まあよかったな。すごい気が楽になりましたね。飛べよ。なんかちょっと予想はしてたんですよ。でもなんか。そう。僕バンジー。ちょ、バンジーって言ったよ。一回言ったよな。言ったやんと思って。文字めっちゃ怖いっすね。怖いよな。怖っ。マジ怖い。体重まで測る。それでは右手お願いします。そんな高かった？そんな高かった？30m。飛びたかった？いや飛びたくないですね。あ？こういうの大嫌いです。いや、これスポーツできれば。ビビってるよ。震えてますもんね。そのままスポーツ抜けたもん。緊張感。オッケー。あ、オッケーですかね。では持っていただいて、はい、ここに足を通して腰の位置までぐーっと上げたものを出してください。はい、大丈夫です。まずあそこ橋ベンチあるから、あの後でね、はい、座ってください。いろいろやります。はい、終わったらちょこちょこ歩くと、まさきまで出して、この辺に、はい、センターの部分を寄って広げて、で前見て下見ないね、緊張から、はい、準備やと私たち下もうカウント先行くからね、はい、5、4、3、2、1、バンジー。頭から思い切り飛び出してこの辺に、イメージはね。まさかのお前が一番荷物置いてないですかね。こ、あ、大丈夫です。大丈夫。はい、こうやって僕あれ顔が取れるん。はい、ちょっと集まる。ああ、そういうことね。よし、行ってみよう。うわぁ、結構高いし、カメラ落とそうだわ。やべ、伊藤は、杉もあいつあれじゃない撮っとるやん、向こうから。今の気持ちは。はい、今の気持ちは。心臓バクバクして飛び出そうですわ。結構あれだな、はい。言い残すことは。言い残すことですか。うん、お母さんお父さん産んでくれてありがとう。さよなら。また会う日まで。気をつけて。怖っ。あとのことは任せておいてって。はい、行ってきます。高い、これめちゃくちゃ高いよこれ。嘘。多分7階建てぐらいです。高っ。超怖いな。高いか。めちゃくちゃ高い。うわ、来たよ。頑張れよ。はい、うわ、まずはつま先右手左分けてください。そっち携帯取れてもいいな。リース取っとくだろ。こっちから取っとくだろ。おー、見てる見てる。結構高いな。結構ブワーなとこから。
今どんな気持ち？今ですか？うん、まあ今ですか？どう？音が出ないですね。結構緊張なってるわけ。すげえな。ダビが出てきた。やめだよ。大丈夫？怖っ。怖いか？結構飛んでた。めちゃくちゃ怖いよ。結構飛んでったよな。え？結構滞空時間あったよな。結構滞空時間ある。ハゲてました。え？あ、そうですか。飛びます。大丈夫？バンジージャンプだからね。ジャンプ。怖い。バンジーフォールじゃないから。マジ怖い。怖い。でも飛んでった方が怖くない。マジですか？飛んだ方が怖くないって。飛んだ方が怖くない。気持ちいいから。思いっきり飛ぶの。怖っ。これをちょっと練習をやってみます。飛んだ後に飛んだら下ろすから。はい。かけてもらったら両手で丸で押さえます。ビビってよ。口がつかない。おお。怖い。見えた。見えた。めちゃくちゃ見えてるもんね。めちゃめちゃ固まってる。なんか息荒れなかった。背筋めちゃめちゃいいし。最後一言だけいいですか。ああ大好きだよと伝えとくわ。一言だけ伝えとくわ。お願いします。俺も忘れかんできたけどもう一回最後伝え残すことない。 OK 大好きだよ。気持ち悪いなあいつ。あいつが取れなくなった。めちゃめちゃめちゃ固まってた。まだまだまだめっちゃ面白い。あいつも取れたから。あいつも取れたからだ。はい、疲れよ、疲れよ。チンチンが潰れます。まだ早い。チンチンが潰れます。チンチンが潰れます。いや、これを本当にこれつけられて、うん、目の前で目隠しつられたら多分マジで、うん、絶対止めようかな。絶対それやばかったな。まだある程度この準備があるじゃないですか。まだ今この歩いてくる。そうだな。まだ飛ぶ。僕らは飛ばない。ジュース君の場合多分切れるっすよこれ。体重お前まあまあ重量あったもんね。なんかブリーンってやってたよな。なんかミシミシミシって言ってましたね。ちょっとブリーン。ジュース君は絶対切れるっすって。パシャンパシャンって言ってた。糸なんか完全に固まってたろお前。よっしゃ、怖かった。お疲れ。お疲れ様です。さあ、どうやった？はい、めちゃくちゃ怖かったっすね。嘘つきな。申し訳ないです。はい、めちゃくちゃ怖かったです。どれくらい怖かったの？はい、どれくらい怖かったの？足場の2層目から飛び降りる気分でした。でも全然震えてなかったよな。普通だったよ。そうですね、まあ、僕足場やってるんで案外なんか最初のなんかあれが怖かったっすけどね。目隠しして、うん、うわこれ高いやとか言ってたのが、うん、みんなカメラマンとか言っとったのが、うん、ちょっと怖かったっすけど、うん、パッと立ってみたら、あ、でも7、8回ぐらいかと思って。そうですね、全然怖くなかったっす、ね、お前めっちゃブルブルだったやんけ。お前めちゃくちゃブルブルだったよ。お前ブルブルだったよ。お前飛び降りる時お前なんかあれはでも怖いよな、さすがに。マジで怖かったっす。怖かった。マジで怖かったっす。そう、なんか一回飛ぶでも面白いっすね。あ、一回飛ぶと面白い。あ、もう一回飛びたいってなる。もう一回飛びたいってなります、ね、俺もう無理だな、あんな絶対。まあ、本当にもう、うん、6回7回ぐらいから飛んでるって感じすると怖いですけどね、逆に。怖いよな。なんか本当猫背なんで猫背治ったっすもんね、一発で。なんかやばい、アイリン地区っていうのがあるの。アイリン地区西成ですね。まあ一番危険なんだ。もう日本一危ないの。いや、なんかやばいって聞きますよね。で、昔はそんな危ないって言ってましたね、昔の。
アイリンチクは今はでもそんなことないらしいですけどね。本当昔は本当にヤバかったらしいですよ、じゃあちょっとそこら辺行って、まあ、通天閣と一緒に行ってみようかということで、はい、アイリンチクまた2本目の動画をまた楽しみにしておいてください。お願いします。とりあえずじゃあ1本目はこの辺で、じゃあバンジージャンプ楽しかったですね。飛んでみました。楽しかった。僕が飛んだ方が面白かったっすよ。お前よしよしまだよしとか言ったよ。お前飛べよって言ったよ。俺チャンネル登録といいね、あとコメントっすね。あ、コメントね、はい、ぜひコメントも入れてください。お願いします。よろしくお願いします。また見て。